こちらの和室から、今回あいにくの雨になりますが、海が見えるような設計になっています。なのでお客様をお通しするのにもぴったりな和室ですね。そして今回琉球型に青のものを使用していますので、沖縄の海の青感もあっていて、とても素敵ですね。続いてトイレをご紹介します。トイレの前の方には収納を設けておりまして、こちらの方に日用品や掃除用具を収納していただくことができるようになっております。トイレの方が広さ 1.1 畳となっております。上半分を漆喰仕上げにすることで消臭効果の高いトイレとなっております。またこのように青色のタイルを使用して、和室や外観と合わせた統一感のあるお家となっております。続いて洗面室をご紹介します。今回水回りを1箇所にまとめた設計になっておりまして、洗面台の方は宝スタンダードさんのものを採用させていただいております。三面鏡のタイプになっておりまして、中の方にたっぷり収納ができるようになっております。続いて脱衣室をご紹介します。には標準で可動棚と洗濯機パンの方をご用意しております。また脱衣室に洗濯スペースを作ることで、脱いだものをそのまま洗濯機の中に入れられるようになっております。続いて浴室をご紹介します。浴室が一坪タイプが標準の大きさとなっております。今回はブラウンのパネルを選択しておりますが、お客様のお好きな色をお選びいただくことができるようになっております。また浴槽の方には手すりの方もついておりますので、出入りが安全にできるようになっております。そして再エスホームではこちらの方に浴室乾燥と暖房がついたものが標準になっております。続いて物干しスペースをご紹介します。物干しスペースが 3.4 畳の広さとなっておりまして、先ほどの脱衣室からそのままこちらの物干しスペースに洗濯物を干せるような動線となっております。また右手の方にアルミの扉がついておりますので、あちらから外にゴミ出しができるようになっております。でしょうか。本日ご紹介したのは平屋シンプルタイプ31坪のお家でした。31坪の平屋は柔らかい印象を受けるアーチの壁と、沖縄の海のような青色の琉球畳がある落ち着く家となっておりました。今回は動画でご紹介しましたが、漆喰や木フローリング等の自然素材の良さは実際に体験してみるとさらに魅力を感じられるかと思います。モデルハウスや見学会にも足を運んでみてくださいね。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見てもっと詳しい情報が知りたいと思われた方はお気軽にお問い合わせください。また他の物件の写真や情報はインスタグラムやホームページなどをご覧ください。これから他の物件の動画もどんどんご紹介しますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
サイエンスマムは皆様のご来場を心よりお待ちしております。学室の方が一つぼタイプか。